実は言動っていうのは違う思いがあったんじゃないのか、どう認識するか、どう見えるかでこの世界ってのは変わるんだよって、それを今から見せます。はい、おまけの夜です。ということでやっていきたいと思います。僕は映像作家でおまけの夜の人、柿沼です。新劇場版エヴァンゲリオン歯の解説考察会でございます。まず前回ジョの解説やったので、もし見てない方いらっしゃったらそちら見ていただくとより楽しめると思うんですけれども、キャラクターを中心に物語を紐解いていこうと思います。でですね、前回から引き続き最後はですね、エヴァンゲリオン9に続くラスト31分の攻防戦というのがあるんですけれども、どういうふうにこうシナリオは展開されていったのかっていうのを紐解いていきます。このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも好きなら好きと言っていい場所でございますので、特に今回はですね、エヴァンゲリオン歯について詳しく細かく説明していきますので、詳しくない人も楽しめると思います。詳しい人は詳しい人でね、まあおさらいとか確認という意味も含めてね、楽しんでいただけたらと思います。まずですね、前回同様、まずおさらいなんですけれども、旧劇場版のテーマね、成長しない真珠、受け入れた孤独、まあこれがねテーマにあったと思うんですけれども、今回ね新劇場版になるとこちら、ジョーから、はい、成長する真珠、綾波と結ばれる、さらに点点点ということで、新劇場版で旧シリーズからどういう風に変わってどういう物語なのかを解説していきたいと思います。まず最初、この物語の始まりは、マリーが仮設5号機に乗って、まあ、戦うアクションシーンから始まるんですけれども、ここについては後で少し詳しくね、話します。で次に玄道とシンジ君のお墓参りのシーンで始まるんですね。で先行くぞっつって、でシンジ君が今日はありがとう、話せてよかったよみたいな話をして、美里さんに車で送ってもらうんですけど、きっとお父さんもシンジ君のこと認めてくれてるわよ。でここでシンジ君は、まあ、そっぽ向いてるんですけど、まあ嬉しかったんでしょうね。はい、その後ですね、父さんに電話するっていうシーンがあって、これがまずねすごい、自分で父さんに電話するなんてね、とんでもない勇気ですよこれは。はい、前回のジョからもう綾波とシンジ君っていうのは結構ある程度成長してます。もうこっから先そんなにうじうじしません。ここがまず大きいポイントですね。でまずアスカが、現れます。その後カジさんがね、美里さんたちのところに来て、でここからすごく重要なテーマ、問いというシーンがあるんですけども、海の赤い海の海洋生物研究所みたいなところですね、浄化装置があるところ、映画隊のね「ジョハ9」の「ジョ」の部分の終わりの部分になるので、ここから旅立ちになります。はい、でどういうシーンかっていうと、みんながねブイーンブイーンってなった後に、うわー綺麗ってなるんですね。はい、そこでまずシンジ君と綾波が「もっと広いところで泳げばいいのに」って言うんです。そうすると綾波が、「無理よ、ここでしか生きられないもの、私と同じ」って言うんですね。ここでしか生きていけない、ネウフでしか生きていけない綾波と同じだと。でそれを見ているアスカがいます。それを見ているアスカはゲームボーイみたいな、今回のアスカテレビシリーズ大きく違うところは、陰キャなんですよ。しかもカジさんのことが好きじゃない、もうめちゃくちゃ大きいですよね。はい、なんせ前のテレビシリーズでアスカっていうのは私を見て私を見て目立とうとするんです。私はエースパイロット、でも今回はそういう感じではなくって、アスカっていうのはもう完璧なる孤独なんです。シンプルな孤独、親の存在も出てこない、このシーンがあって、でその後なんかみんなでねご飯を食べるシーンが入るんです。でシンジ君がお弁当を作ってくると、これが大事ですね。このお弁当、これがすごくこの後効いてきます。綾波味噌汁はどうなんて言いながら温かいご飯を囲んでいるところで、次のカットでこう宇宙食がこう飛んでてね、ひどいありさまだなって、地球のね赤いところを見てひどいありさまだなって言って、しかしこの状況を願った者もいる、現在の汚れなき浄化された世界だからなっていう、ね、これはゼーレのことです。はい、この赤い海の状態を願った者がいる。でこれを聞いて冬月が、私は人で汚れた混沌とした世界を望むよって言います。そうするとそれに対して言動がこう言います。カオスは人の印象に過ぎない、世界はすべて調和と秩序で成り立っている。
はい、これはですね、すごく重要です。というのも、これ自体がもう、旧シリーズの人類補完計画の結論部分のことについてまんま語ってるような話なんですよ。ゼーレが望むこの現在の汚れなき浄化された世界。まあこれだから言ったら人類補完計画で望んでいるゼーレたちの世界ですよね。なんだけど、それに対して冬月は、人の汚れた混沌とした世界を望む。これは、シンジ君が人類補完計画を拒否して、みんながいる世界がいいと。傷つくかもしれないし、悲しいかもしれないけど、みんながいる世界がいいっていうのが、まさにこのことです。はい。で、それに対して今度は限度がこう言うんですよね。カオスは人の印象に過ぎないと。世界は全て調和と秩序で成り立っている。それ自体がもう秩序なんだよ。もう一個のサイクルでしかない。不思議でもなければ、混乱でもない。変なことではないんだ。これに対して冬月が、人の心が世界を乱すかっていうんですね。つまりその現象をどう捉えるか、人間の心で世界っていうのはどう見えるか変わるっていうことか。で、はい。で、それを言った後にどこに行くかっていうと、カジさんとシンジ君が二人きりでこう海を見ながら、でここでシンジ君が、うわなんか生臭い匂いですねみたいなこと言うんです。海の生物が腐った匂いだ。生きていた証なのさ。何もない赤い水とは違う本当の海の姿だ。カジさんっていうのはシンジ君のメンターさんですね。カジさんというのはこれをシンジ君に見せたかった。青いこの海が本来の姿なんだよ。腐った匂いというのは生命が生きていた証なんだよ。カジさんはこの青い海と赤い海に対してそう捉えています。で、ミサトさんはなんで来なかったんですかってシンジ君に聞くと、カジさんがあいつは来ないよ、セカンドインパクトを思い出すから。だからミサトさんにとってはこの赤い海っていうのは父親を殺してしまった、父親を失ったトラウマとしての海に見えるわけです。みんな自分たちの主観によってこの同じ赤い海と青い海に対してこんなに考え方が違うんだっていうのがここで、提示されます。で、ですね、さっきのセカンドインパクトの話でミサトさんにとって大きいことは、父親に助けられていたんですね。その夢に生きて夢の中にいたお父さんに、まあ相手にしてくれなかった自分のお父さんに最後命を助けられてるわけ。そしたら、まず最初にこの使徒が現れます。で、この使徒ですね、来たらですね、まあみんなで力を合わせて倒さなきゃいけないんですけども、まあみんなでうわー頑張って倒そうって倒しました。でもこの時に、今までアスカっていうのは一人で戦ってきたんだけど、まさかシンジ君にね、助けられるような形でみんなで使徒を倒すことになります。で、シンジ君の部屋に行って、あんた今日さりげなく私のことをアスカって呼んだでしょ。特別に許してあげるわみたいな、私もバカシンジって呼ぶから。でシンジ君がアスカになんでエヴァに乗ってるのって聞くんですよ。そしたらあんたほんとバカねと、愚問よつって、ちょっとね言わないのかなと思ったら、そんなの自分のために決まってるでしょあんたはって言うんですよ。でシンジ君はでお父さんのためかなみたいな、このね怪我した両手を見ながらね、お父さんに認められるために、認められたいのかもしれないみたいな。そしたらアスカはちょっと微笑んだような顔して、あんたってほんとバカねって言うんですよ。この素直すぎるシンジ君、はい、アスカはねちょっとひねくれてるし素直な態度取れないわけですよ。なのにシンジ君のこの明け透けな、そんな恥ずかしいね、まあガキっぽい理由かもしれないけれども、この素直で優しいシンジ君にアスカは心を開いていくわけです。はい、まあちょっとちょろいですアスカね、ちょっとちょろいんだけども心を開いていきます。それで毎朝みんなのためにお弁当を作るようになります。で、このお弁当がすっごく大事。今回の歯の中でこのお弁当がもたらす効果は絶大。これを綾波にこう持っていくと、綾波がちょっと赤らんだ顔して、ありがとうって言うんですね。これですよ。はい。ダダーン。ありがとう。まさかのね、綾波も心を開いていくんですよ。まあ前回も相当共感している二人なんですけれども、ここのありがとうっていうのは、この後、綾波が一人の部屋で、あの人にも言ったことないのに、玄道、碇玄道にも言ったことのなかったこのありがとうという感謝の気持ち、これを初めてシンジ君に言うんですよ。ミサトさんもご飯を食べながらですね、まあ、カジさんと喋ります。でそのシーンでミサトさんはカジさんにもう自分のことしか考えられないんだと、今もう仕事で精一杯なんだみたいな話をします。でこれっていうのは実は自分が嫌いだった父親にそっくりな状態になっていると。で、このお弁当っていうのは、つまり、シンジ君の優しさなんです。この優しさっていうのは、後でまたちょっと出ます。このシンジ君の優しさが、このエヴァ世界をどん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 、今までなかったような方向に持っていきます。で、綾波は、碇玄道をね、食事に誘います。はい、ここで食事イベントです。食事イベントにですね、玄道は、参加します。はい。ユイの顔が被ってね、
マジで、碇ゲンド、シンジ君とご飯食べんのみたいな。この心を開いた綾波が、シンジ君とお父さんにも心を開いてほしいから、二人の心が繋がってほしいから、食事会を開くっていうイベントです。全員参加イベントになる予定でした。こっちからもう、今までのキューとは全然違う歯に変わります。それがマリの登場シーンでわかります。まずどんなエヴァンゲリオンか。それは、まるで学園もののような、旧エヴァのテレビシリーズの最終回のね、綾波とパン加えた綾波とぶつかった後の世界のようなですね、綾波がですね、おはようって言うんですよ。で、ここでメンター、カジさんまた登場します。スイカ畑でね、辛いことを知ってる人間の方が人に優しくできる。それは弱さとは違うからな。つまり、シンジ君は、今まで、お父さんのこととかで辛い思いをしてきたと。でも、その辛い思いをしてきた君だから、人は優しくできるんだよと。お弁当なんですよ。優しい人間なんだよっていうことを、メンターカジはですね、シンジ君に教えてくれてます。この頃ですね、シンジ君にね、テレビシリーズだとね、また全然違うこと言ってるんですよ、これ。エヴァ4号機が突然消滅します。消滅したと思ったら、エヴァ3号機がなぜか、ネルフのところにね。で、この、綾波のこの食事会イベントにいい気がしていないのが、アスカちゃんですね。ここ、ライバル関係になっていると。で、その中で、ここですごく、重要なシーンに突入していきます。このエレベーターで、一緒になるシーンがあります。そしたら、ここで、綾波が、突然アスカに向かって、エヴァは自分の心の鏡。エヴァに頼らなくていい。あなたはエヴァに乗らない幸せがある。綾波からしたら、ここでしか生きていけないっていう、まあ、呪縛ですね。エヴァに乗ることしかないっていう自分の呪縛に対して、まあ、心を開いてきたわけです。シンジ君に対してありがとうという思い。そしてその碇君がなぜ苦しいかっていうと、エヴァに乗ってるから苦しいんだと。エヴァに乗ってるから、ゲンドウとうまくいってないんだと。私はエヴァに乗ることしかできないけど、アスカ、あなたもエヴァに乗らない自由があるのよ。で、まあ、ここで、アスカはまあ怒って、あんたなんか人形じゃないっつって、そしたらね、アスカ、綾波が、私は人形じゃない。ここ、この、私は人形じゃないっていうセリフ。エヴァンゲリオン急激シリーズで、碇玄道に向かって、綾波が言う言葉が、私はあなたの人形じゃないっていう言葉なんですね。この、私は人形じゃないっていう言葉が、実はここ、このあのエレベーターのシーンで出てきます。喧嘩することによって、アスカっていうのは綾波のことを知って、で、3号機が来るって時に3号機パイロット誰にしようっていう風になりまして、で、この3号機パイロット誰にしようかなって時にバチカン条約っていうのが入ってきます。で、このバチカン条約が後にめっちゃ効いてきます。食事会イベントの日が、この3号機登場の日と被っちゃいました。じゃあ誰が乗りますかってなった時に、今度アスカが乗りますと。で、アスカが乗るっていうのは、シンジ君と綾波二人で行っておいでよ。まあちょっと恋敵に譲るみたいな状態になるわけです。で、ここで、車の中でね。で、綾波から、ありがとうというわけですね。で、ありがとうと言われたアスカは、私はエヴァに乗ればよかったんだし、もともと一人が好きなんだし、馴れ合いの友達はいらなかったし、私をちゃんと見てくれる人は一人もいないし。だけど、他人といるのがいいなって思うこともあったんだ。誰かと話すのって心地いいのね。シンジ君たちと一緒に住んでお弁当を食べるようになってから、今まで一人でいるっていうことが寂しいと思うこともなかったのに、寂しいって思うようになってった。まあそれで綾波とぶつかるんですけど、それに向かってこう美里さんが、この世界はあなたの知らないことで満ち満ちてるわ。楽しみなさいって言うんですよ。一人じゃないわっていうことなんですよ。今までね、もう一人だ、孤独だ、孤独がテーマの、もうテレビ版のアスカなんてどん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 ね、追いやられてってですね、最後2号機に乗れないところまで落ちぶれていくあのアスカが、ですね、綾波にありがとうと呼ばれ、美里さんに本心をつぶやき、この世界はあなたの知らないことで満ち満ちてるわと。楽しみなさい。で、この一人じゃないっていうのが、まあ僕ずっと繰り返してるんですけど、これ別に Q も同じような話だし、なんなら新エヴァンゲリオンの予告を見てください。一人じゃないってずっと言われてるような予告なんで。みんなね、本当はテレビ版でも映画版でも、ずーっと孤独だったし登場人物たちが、もうここまで心開いて、もうみんな素直なんですよ。お弁当を作るし、みんなでご飯食べるし、食事会まで開こうとして、思ってることもうみんな言っちゃう。
超素直な登場人物たちになってます。これがアドバンス。でもめちゃめちゃ上がるってなったところで、この3号機が暴走して、ゲンドウがシンジ君に前にいる奴がね、標的だと、使徒を殲滅しろって命令します。で、シンジ君はできないよ、できないよって言って、はい、ダミープラグが登場して、ダミープラグでシンジ君は乗っ取られてですね、自らの手でアスカを倒してしまうという最悪の展開になり、まあ、シンジ君怒ってね。ダダダーンって、ここでこの、まあ、最強の使徒が現れて、綾波が、まあ、自爆して、こいつに捕食されますね。めちゃめちゃぶち上がるところで、まあ、シンジ君ね、戻ってきます。エヴァンゲリオン乗ります。綾波を、返せ!もう、綾波だけは絶対助けるって言って、シンジ君は綾波を、こう、助けようとすると、めちゃくちゃ成長してるわけ。もう、ありえないぐらい。もう今までうじうじしてたシンジ君しか知らなかった僕らからしたら、綾波を返せっつって覚醒した瞬間とか、もう見たかったシンジ君がやっと見れたみたいな、うわシンジ君が行ったーみたいな、絶対行かないと思ってた、絶対勝つことがなと思ってた人間がなんか試合で勝利する時の感動みたいな。で、綾波だけは助けるっつって来いって言うんですよ。女の子に向かって来いですよ。アラジンの僕を信じろじゃないけどね、綾波をグワーって引っ張ろうとするんですよ。でも綾波っていうのは、私には代わりがいるものって言うんですよ。って言ったら、まあ、これも急激版であるセリフですよ。私には代わりがいるもの。違う!綾波は綾波しかいない!だから今、助けろ!って言って、バーってこう引っ張るんですよ。で、こう抱き合ってね、綾波は、そのシンジ君がね、この捨てた、この逃げ出す時に捨てた、このエスタットっていうウォークマンを持っててですね、ごめんなさい。何もできなかったって言うんですよ。で、それに対してシンジ君は、いいんだ。もう、これで。まあ、ジョから通してみると、この二人っていうのは、その、怒り言動に認められる。さっきもエヴァに乗る理由は、お父さんに認められたいから。二人は、エヴァに乗ることでしか意味がない。お父さんに怒り言動に認められたい。孤独、寂しい、辛いっていう思いをずっと抱えてたのに、この最後のセリフっていうのは、君さえいてくれればいいんだ。シンジ君とお父さんの仲をつなげようとしたけど、いいんだと。そこじゃないんだよ、もう。君なんだ、僕にとって大事なのは。このウォークマンを持ってきた、そのウォークマンよりも、綾波、君が助かってくれればいいんだ。っていうことなので、一人じゃないなんですよ。ニコイチやんの話になってくんですよ。で、それでですね、しかもこの時ね、この時、ミサトさんも実は加わっていて、嫌いだった、子供の時は嫌いだった父親に、助けられた思いがある。そして今自分が大人になった時、父親に似てきている。まさにまあ僕なんかすごい近い感じですよね。だからこそ、ミサトさんっていうのは、このダミープラグよりも、シンジ君に初号機に乗ってほしいっていう思いがあります。はい。なんで、シンジ君に乗ってほしいんですよ。シンジ君に乗ってほしいっていう気持ちも加わってですね、もうここもう、ちょっともう、ちょっとミサトさんもちょっと興奮状態でね、あなただけの願いのために行きなさいみたいな感じになっちゃって、ちょっともうめちゃくちゃ興奮しちゃって。で、もうそういうもうみんなの思いが重なった状態で、まあ、初号機がまあ、バーンと覚醒するということでございますね。っていうところから、まあ、前回同様、ちょっと言動視点で見ると、実はこの物語、また逃げ方が変わってくるという話を今からします。はい、人の心がどう認識するかで見え方っていうのは変わるんだよっていうのが、こういう話から始まりました。そして最後、みんな孤独だったけれど、アスカがね、でもそれもいいなと、誰かと話せるのもいいなって思えたんだ、もっと楽しみなさいというふうにですね、話がですね、まあこう進行していたわけなんだけど、で、実はここにこういう裏の回答っていうのが実はありまして、3号機の使徒を倒した後に、子供棚に付き合ってる暇はないと言動に言われ、窒息して気絶をしてしまいます、シンジ君。そしたらですね、ボボボボとか言ってですね、心象世界に入ります。いつもそれ聞いてるのね。うん、昔父さんが使ってたものなんだ。耳を塞ぐと心も塞がるんだ。嫌な現実と慣れ合わなくて済むからね。もう捨てるんだ。これしてると父さんが僕を嫌な世界から守ってくれると思ってたんだ。僕の勝手な思い込みさ。碇君は分かろうとしたの？お父さんを。
分かろうとした。何もしなかったんじゃないの？分かろうとしたんだよ。悪いのはお父さんだ。僕を見捨てた父さんじゃないか。そうやって嫌なことからまた逃げてるんだ。いいじゃないか、嫌なことから逃げ出して。何が悪いんだよ。お父さんが何やってるか分かろうとしなかったんです。それはつまり僕もそう。この物語を見ていると、言動っていうのは実はめちゃくちゃ、シンジ君にきついし非道で、まあ、駒として扱う、まあそれはそれで確かにそうなんだけど、実は言動っていうのは違う思いがあったんじゃないのか、どう認識するかどう見えるかでこの世界っていうのは変わるんだよ。それを今から見せます。ゼーレと碇言動がこう対立してるんですね。で、この対立構造を理解して、で Q のラスト31分の攻防戦に行くまで将棋を打ってるように理解していくと、なんで言動が碇シンジに対して冷酷な態度を取ったのかが分かります。最初のマリが乗っている仮設5号機を倒すのは、カジさんがあのネブカドネザルの鍵を盗んでくるためのまあシーンですよね。で、あのシーンであの仮設5号機もあの破壊したと、つまり言動の一手でございます。で、カジさんとまあマリは多分つながってるじゃん。で、まあカジさんはおそらくダブルスパイ、テレビシリーズと同じ設定なダブルスパイなんですよ。つまりゼーレのスパイでもあれば言動のスパイでもあるというダブルスパイの存在で、それがここに来た時に何が起きたかっていうと、こういう会話が行われます。突然北米ネルフのエヴァンゲリオン4号機が爆発して消滅します。これは何が起きたんだってなった時に、北米ネルフの開発情報は赤木博士にも十分開示されてないんです。赤木博士も知らないんだ。じゃあ知っているのは？って美里さんが言うと、画面が変わって冬月の声になって、冬月がエヴァ4号機、次世代型開発データ習得が目的の実験機、何が起こってもおかしくはない。しかし、あの冬月と言動が仕組んだことなのかなと思ったけど、知らなくて、しかし本当に事故なのか、誰も知らない。なぜ起きたか誰も知らないということは、ゼーレがやってるわけです。そしてモノリスのね、会議のシーンが入ってこうなります。根底のねやつから要約して喋りますけど、こういうことです、はい。先にエヴァンゲリオン5号機が失われ、今同4号機も失われた。お前4号機やったよな。で、まあ5号機なくなっちゃったわ、あー困ったなーつって、そしたら言動が、両機の損失は計画執行に支障をきたしますがって言ったら、ゼーレがそれをね打ち消すように、いや修正の範囲内だ、問題はなかろう、つまりもう知ってんだよねそんなことはね。もうで、そしたらあのエヴァ3号機やるよと、だってほら最新鋭だよ、もう主戦力になるよっつって、エヴァ3号機どうって言ったら、言動は、あ今使徒を倒してる途中なんで、あそんな実験していないようなものは使えませんと、それよりあの試作0号機の、 あの直すお金ください、もうボロボロなんで、いや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 、もうあんな試作品のに使うお金なんかないか、あ3号機あげるから3号機使って、わかりますね、この打ち合いね。この打ち合いわかりますよね。この3号機っていうのは、使徒が乗ってるから、ゼーレが、まあ、ネルフに使徒を送ったってわけ。多分これは最初の仮設5号機爆破事件の報復なんだよね。言動はそのシナリオを理解してないんですよ。知らないんですよ。言動は知らなかったんです。3号機に使徒が入っていること。もう将棋打ってますよ。わかります。今将棋打ってます。で、言動知らないから、食事会に行こうとしてるのよ。で、行こうとしてるところで、アスカを乗せた3号機が爆発します。ミサトさんもいないから、自分が直接指揮を取らなきゃいけないっていう風になります。だから全部これ、あの、言動からしたら想定外です。っていう時に、3号機が来ると、あの、この時冬月がなんか適当な命令してるんですよ。そしたらバーって上がってきて、言動はまだ何が起きてるかわかんないけど、初号機を配置すると。で、ここでバチカン条約がめっちゃ効いてくるわけ。というのは、バチカン条約によって3号機が来るから、2号機はまず埋められてるでしょ。0号機はもうボロボロで使えない状態だから、初号機しかないんですよ。シンジ君しか出せないの。ここもテレビシリーズと違うんですよ。テレビシリーズは一応ね、みんな配備されるの。そのゼーレのもう策略だよね。初号機しかない状態で3号機が送られてくる。ゼーレからしたら多分初号機邪魔なのね。だからここでこう対立してるの。テレビシリーズだと、ゼーレっていうのは、あの、言動が自分たちを裏切っていることを最後まで知りません。進撃版のゼーレはもう知ってます。あの、ゼーレとって知ってるのだろう、我々の究極の目的を、みたいなことを宇宙で言ってるんで。じゃあ、初号機しかない状態で、3号機が攻めてきたら、初号機が戦うしかないじゃん。言動は、
なぜ戦わないシンジ。だって戦えないよ、アスカが乗ってるんだろ、戦えるわけないじゃないか、死んでも嫌だよって言うんですよ。そしたらゲンドウは今をもって初号機パイロットの神経を全面射絶で、全てカットですかってみんなが驚くんだけど、でダミープラグに変えるんだよね。そしてそのダミープラグも実はテレビ版と全然違くて、テレビ版のダミープラグってなんか後ろでグリーンってエンジンが動くだけなんだけど、この映画版のダミープラグは顔を覆うんですよ。だからこの3号機ね、アスカを倒してるところのシンジ君って何にも見えてないの。もう R15 して受けてるんです、シンジ君。でもテレビ版はその顔が隠れないから目の前で当時やっちゃうの。なんでじゃあ俺がそんなこと言うかっていうと、このダミープラグがこうできるときに、ミサトさんはダミープラグがうさんくさいっつってシンジ君に乗ってほしいからダミープラグのことをよく思ってないんですよ。でこれがまさに、つまり見る人によって見え方違うじゃん。本当にゲンドウのこと分かろうとしたの？言ってるんですよ、ダミープラグのところで。子供に操縦させるよりは人道的だそうです。そりゃそうでしょ、子供が人間の手でエヴァンゲリオン動かすより、機械が動かした方が絶対にいいでしょ。そしたらシンジ君乗らなくて済むんだから乗んなくていいじゃない。だけどシンジ君に乗ってほしいっていう思いの人たちでこういうテーマが動いてるから、まるでゲンドウっていうのはすごく悪いことしてるようだけど、実はゲンドウはめちゃくちゃ不器用で、なんなら食事会も誘われたらユイが言うんだから行くしかないなぐらいにシンジのこと思ってる。ただシンジを使わないとシナリオ通りいかないっていうのも本当だから、シンジを利用してる節もある。シンジを利用しながらシンジを守ってるのが怒りゲンドウなわけです。でさらにこの後もう一個父親らしい発言があります。まあネルフを去ろうとするところです。シンジ君がもう僕はエヴァに乗りませんっつって、お前には失望した、もう会うこともあるまい。本当だったらここで終わりなんです。テレビシリーズだとお前には失望した、もう会うこともあるまい、うん冷酷で終わりなんですけど、映画版はこの続きがあります。これはコンテにも書いてなくて映画の劇中にだけしか言われてないセリフ。また逃げ出すのか、自分の願望はあらゆる犠牲を払い自分の力で実現させるものだ、他人から与えられるものではない、大人になれ信じ。これも教育ですよね。これって言動の哲学ですよね。子供騙しを言って慰めようとしてるわけでもないんですよ。本当に思ってる言動の哲学みたいなものをシンジに教えてあげるんです。それでシンジ君っていうのはおそらく戻ってくるっていう話なんですよね。それを多分それを受け止めているのかな、どうかなみたいな感じ。これね、エヴァンゲリオン6号機我らが望む真のエヴァンゲリオン、その誕生とリリスの復活をもって契約の時となる。6号機が来る前に初号機を覚醒させてしまおうと言ってですね、初号機やった覚醒したってなったら、数の揃わぬうちに初号機をトロガにするとは、これはゼーレが黙っちゃいませんぜって言うんですよ。はい、これ数が揃わぬうちにっていうのは多分そのジョの時に言ってる、あの残り8体の使徒を倒さねばならんって言っていることだと思うんですね。ゼーレといえばこの6号機、そしてカオルくんなんですね。これが、ゲンドウたちのターン。ゲンドウたち撃ちました、初号機覚醒させました、で黙っちゃいないゼーレがカオルくんを乗せたマーク6で阻止しますね。シンジ君の幸せを願ったカオル君、だからカオル君はカオル君で将棋やってるんで、9で。で、こっからちょっとエヴァンゲリオン9に繋がる話になるんだけど、冬月と碇シンジがエヴァンゲリオン9の中で将棋を打つシーンがあります。で、そこで冬月が31手先で詰みだって言うんです。で、実はその31手先で詰みだって言ってからちょうど31分後にシンジ君は詰みます。これね、実は俺最近知ったんだけど、もう本当に公開当初から言われてたことで、で、僕がなんでそれを最近知ったかっていうと、あのラストのあの Q のわけわかんない攻防戦って、将棋みたいに戦ってんじゃないかなって思ったところから、将棋についてちょっと調べたらすぐその記事出てきたから、その本当に31分後にシンジ君が詰むんだけど、で、そのラスト31分何が起きてたのかっていうのを考えるのがすごい面白いなと思って、次回の動画はそのラスト31分の31手を考える動画をやろうと思ってます。はい、ということで、エヴァンゲリオン派っていうのはですね、物語だけでもこんなことがひたすら起きていたっていうのがわかります。成長しないシンジが成長し綾波と結ばれたけれど、ブシューンというこっちのですね、攻防戦によってですね、初号機の覚醒を許さないゼーレ側はですね、カオル君によってマーク6によって阻止されます。
はい、というところで歯が終わりまして次回が9になります。うわー楽しい、面白い、はい、このメンターカジさんも随分変わってまして、メンターカジさん、テレビシリーズだとまあエヴァだなーっていう感じのことを言ってるんですが、こんなことを言ってます。人は人を分かった気がするだけさ、人は他人を理解できない、 100% 理解し合えないということで、面白かったら高評価チャンネル登録をお願いします。エヴァンゲリオン歯の考察会でございました。またね。